軍事史、軍事史、軍事史、英語、ミリタリーヒストリー、ヒストリーオブオーフェアとは軍事に関する歴史の総称である。軍事史は軍事に関する歴史を歴史学的に取り扱う学問であり、歴史学的な手法に基づいてその史実を明らかにする。その領域は戦争史、作戦、戦闘史、軍事技術史、戦略史、戦術史、軍政史、地域史など様々である。 軍事史の意義は経験科学である軍事学にとって非常に重大なものであり、現代の様々な安全保障政策や軍事戦略、戦術や戦闘技術、軍事技術や軍事制度などにはすべて歴史的な背景がある。歴史の見方は歴史家により様々であるが、軍事学において謙虚な態度で歴史を学ぶことは一般的に有益な教訓や知識、 戦術や国際政治などを習得する絶好の学習法であり、将来への指針を探る手がかりとされており、盛んに研究されている。歴史上、アレクサンドロス三世、大王、フリードリヒ大王、ナポレオン、ベージル・リデルイコール・ハート、レーニン、毛沢東など数多くの政治家や軍人などが歴史を真摯に学んでいることからもこのとはわかる。また軍事史は、 合理的な軍事理論だけでは説明できない、非合理的な戦場における肉体的、または精神的な苦痛と混乱などの領域を具体的な事例によって浮き彫りにし、クラウゼ・ピッツが理論は経験を保証し、経験は理論を保証すると述べているように、研究内容の具体性を補完することができる。また、戦士の事実関係を明らかにすることにより、 より的確な戦訓を抽出することもできるようになる。戦争と人間の関係は非常に多様であるが、ここでは個別的な戦争や戦闘ではなく、世界軍事史の観点から関係と発達を解説していく。戦争の起源がいつであるかは、考古学者や人類学者の間でも論争がある。槍が突き刺さった痕跡のあるネアンデルタール人の骨が発見されているが、 戦闘行為によるものか事故によるものかは分からない。地球上に現存する資料最終社会には、ブッシュマンのように戦闘行為を行わない部族も存在するが、戦闘的な部族も存在する。新石器時代に入って、農耕社会が成立すると、農産物を狙って略奪行為を行う者も,も現れたと考えられ、農耕社会の側もこれに対抗して武装し、 軍隊の原型と呼べる組織が出現したと推測される。当時の武器は旧石器時代から狩猟用具として使用されていた槍や弓矢で、この時代の遺跡ではよく見られる出土品である。戦闘行為の存在を示す最古の遺跡は、紀元前5000年以前のものと考えられているエジプトのスーダン国境近くに位置するセメタリー117である。この遺跡では、 矢尻の突き刺さった多数の遺体が発掘されている。最古の城郭と言われるのは、紀元前8000年頃に作られたエリコの遺跡に見られる壁である。ただしこの壁が、移民族の襲撃に対抗するためのものか、洪水などに備えたものかは定かではない。知り合い楽国境にある最古級の都市遺跡である、ハモーカル遺跡では、紀元前4000年期半ばに、 工場船で攻め滅ぼされた跡が発見され、多数の乾燥させた粘土製の弾丸を打ち込んで都市を陥落させたと見られている。青銅器時代に入ると金属加工技術の発達により刀剣が作られるようになった。鉄器時代には鉄の刀剣が作られ、やがて鉄を高温の炉で精錬した鋼が用いられるようになった。古代の農業技術では、 多くの人口を扶養できる土地は限られていた上に、農業生産は安定しなかったので、農業経済に依存する人々は、生存をかけて、共同体ごとに結集し、豊かな高地や収穫物、水利圏などを奪い合った。古代の農耕社会を基盤とする、都市国家や先制帝国の軍隊の中核となったのは、しばしば自由身分の経済力ある農業経営者が、自分の鎧と盾で身を固め、 槍や剣を装備した重装不評である。農耕社会では、馬は主に戦車、チャリオットをけん引するために利用され、騎兵はしばしば同盟関係にあった遊牧民からの援軍を仰いだ。考古学の見地では、ヒッタイトやエジプトで見られる戦車、チャリオットによる戦闘が最も古く、おそらくこれを駆逐する形で、騎馬部隊による戦闘がこれに変わり、 ついで重装不評による軍政がこれに置き換わっている。古代の軍政については、文献が乏しく、考古学資料などからの推測による点が多い。この時代における兵器、武装の技術進歩と、軍隊運用の優劣については、古代軍事史における大きな謎の一つであり、現代でも十分に解明されたとは言い難い。組織化された軍隊を、 歴史上最初に保有したことが記録に残るのはシュメール人であった。後にエジプトや中国でも同様の軍隊が出現したことが確認される。紀元前7世紀頃に古代イギリシアが編み出したファランクスは重層不評が数列の深さの王体に並び、長層の宝石を並べて突進するもので、古典古代の地中海世界からオリエントにかけての地域によって大きな戦力とされた。 やがてファランクスは、横長の長方形の陣形から、片側だけを厚くする、斜線陣など特殊な運用も生み出し、あるいは弱点である側面に騎兵を置くなどして、強化され、ペルシア戦争、紀元前492年、紀元前449年においても活躍した。アレクサンドロス大王の統制では、マケドニア軍のみならず、アケムネスアッサ、 ペルシア側にも多数のギリシア人傭兵が参加して、オリレを用いた。その後も地中海世界からオリエントにかけて、各地で多用されたが、ファランクスには、小回りが効かないという弱点もあった。古代ローマのレギオンの戦術は、より柔軟で、投石器や投げ槍で敵の体型を崩し、グラディウスを手にして散加して戦った。ローマのレギオンは、マケドニア王国のファランクスを木の透き払い戦い。 期限前197年で破り、古代世界の覇者となった。また、文字の出現によって、軍事上の辞跡が記録されるようになった。はじめのうちこれは、イリアスやオデュッセイアのような英雄物語であったが、後には、戦争を客観的な記録として残す、軍事視野や、戦争に勝つための方法を研究する、軍事学者が現れた。 例えば現代でも有名な古代の軍事学者に孫子がいる。彼は戦争と政治の関係、戦術、情報などに関する優れた著作を残した。古代において、農耕社会の国家において騎兵は補助的な役割であったが、馬の品種改良が進み、あぶみをはじめとする馬具が発明されたことで、遊牧民出身の騎兵でなくとも、それなりの戦力を確保出るようになり、 また機動力と突撃力が増大した。馬の生産に携わり、その扱いにもたけた遊牧民の騎兵部隊は、古くから農耕社会の鈍重な不評部隊を翻弄したが、そうした戦力をある程度農耕社会の軍隊も保持できるようになった。そうすると逆に、あぶみなどの新技術は遊牧民の世界にも逆輸入され、遊牧騎兵の戦闘技術をさらに向上させた。 こうして、中世においては、農耕社会の国家においてすら騎兵が、戦場の主役となった上、農耕社会と遊牧社会を統合する、社会変動が引き起こされていった。四世紀、遊牧民の奮俗は、ゲルマン人の大移動を引き起こして、西ローマ帝国の存立を脅かし、郷土や戦費は、中国の農耕社会に浸透して、後世の歴史家に、古族国家と呼ばれる、遊牧。 農耕複合政権を打ち立てた。7世紀にはやはり遊牧民をその重要な構成要素とし、それに都市民や農民も交えたアラブ人がイスラム教の元結束を成し遂げ、中近東の広大な地域を征服した。こうした騎兵を主体とする勢力に対抗するため、東ローマ帝国の軍隊の中核は重層不評から重層騎兵、カタフラクトへと移り、 古族国家の系府を引くず野党といった中華王朝の軍隊も、騎兵主体の軍勢を中核としていた。農耕社会であった中世の西ヨーロッパにおいて、重層騎兵を務めるためには、優れた技量と精神的、肉体的な鍛錬、そして馬を養うだけの経済力が必要であった。遊牧民は、幼少時から牧畜という生産活動に従事して、これを学びつつ、 優秀な騎兵となる技量を身につけるが、農耕社会において、一般庶民の生産活動は、騎兵の技術を身につける生活とは著しく、乖離しているからである。そのため、特別に、幼少時からの特殊訓練と、それを保障する財産を与えられた階級が要請され、騎士階級が誕生した。日本の武士もこれに似た面がある。騎兵を戦略的。 戦術的に最大限に活用したのがモンゴル帝国であった。モンゴル人の兵士は家畜の群れと共に数千キロを移動し、戦場では数頭の馬を用意して、一頭が疲れたり傷つけば馬を変えて戦い続けることができた。こうした戦術自体は伝統的な中央ユーラシアの遊牧民のものであったが、チンギスハーンは旧来の部族組織を解体し、 自らの直属の家臣団のもとに全遊牧組織を再編成して優れて戦略的に遊牧軍団を展開することを可能にした。モンゴル人はチンギス・ハーン家のもと13世紀に史上最大の帝国を作り上げた。ただし中世における騎兵は無敵であったわけではない。トゥール・ポワティエ間の戦い732年の例に見られるように騎兵のみでは 不評の法人密集体系を突き崩すことはできなかったし、100年戦争、1337年から1453年、中のクレシーの戦い、1346年では、イギリス軍のロングボウ部隊によって、フランス軍の騎士たちは一方的に射殺されている。また近年の研究では、中世の戦場における不評の重要性が再評価されている。近代は、 火器の発達が著しい時代であった。火薬を発明したのは中国人であり、宋代には火器が使用されたという記録が残っている。だが火器を最初に戦場で大量に使用したのはユーラシア大陸製法のヨーロッパ人諸国かイスラム世界のオスマン帝国やムガル帝国であった。火器の登場は戦争の様相を、そして諸民族の運命と世界史の流れを大きく変えた。 ユーラシア製法社会における火器の大量使用は東ヨーロッパにおけるフス戦争1419年から1436年における腐葉の戦術をもってその講師とする。大砲はオスマン帝国によるコンスタンティノープル攻略1453年で初めて本格的に使用された。当時のウルマン砲は1日に数回発射するのがやっとというものであったが。 その後改良され、イタリア戦争、1521年から1544年、では、中世式記の異質味の背の高い城壁を破壊した。これ以降、城壁は背が低く厚みのある土塁へと変化していった。一方で防御側としても、同時期に登場した銃の威力を活用し、攻め寄せてくる敵に十字砲火を浴びせられる、要、城壁から外向きに突き出した。 両方が気づかれるようになった。また、城壁そのものも切り立った石壁によって、敵兵の倒犯を妨げる様式から、当時の非炸列式の大砲弾が進軍する不標の密集体をなぎ倒しやすいように、外面が緩やかな斜面として設計されるようになった。こうして、両方式城郭が発達していった。銃は百年戦争の時代に原型が存在したが、まず、 オスマン帝国のイエニチェリで大規模に採用された。オスマン帝国では、当時最も有力な騎馬戦力の一つであった、トュルク系の遊牧民機兵を、1473年のバシュケントの戦いと、1514年のチャルディラーンの戦いにて、イエニチェリの小銃射撃で大いに破り、西アジアから東ヨーロッパにかけて派遣を築いた。ついで、 オスマン帝国と同じイスラム世界では、ムガル帝国を起こしたバーブルが銃を本格的に採用している。バーブルは1526年には、パーニーパットの戦いで銃を多用し、インド北部を支配するローディー・アサの戦像を多数用する軍勢を破り、インド支配の端緒を築いた。西ヨーロッパで初めて本格的に使用されたのは、パビアの戦い。 1525年である。この戦いで、スペイン軍の1500丁のアルクビューズ、ひ縄銃の前に、騎士を主力とする2万のフランス軍は大敗した。日本での長篠の戦い、1575年も同様の展開となったとされるが、この戦闘における騎兵の役割に関しては、議論がある。また、日本における銃の運用は、 弾幕重視の大陸系小銃運用術と異なる、狙撃重視のものであったとする指摘もあり、今後の比較研究が待たれる。以降、西ヨーロッパでは、騎兵の突撃は、銃の弾幕射撃によって封殺させられ、軍隊の編成は不評主軸として、騎兵と砲兵が支援するという三兵戦術が主流となった。西アジアや中央アジアでは遊牧民の軽騎兵が、 最も強力な兵力であったが、これと同時に火器を運用するのに成功した勢力が、派遣を握るようになっていった。ヨーロッパ人が火器を手にしたことで、非ヨーロッパの先住民族の軍隊の中には、ヨーロッパの軍隊に対して、全く対抗できないものも出るという事態が生じた。大航海時代に火器と騎兵を全く知らない、アメリカ大陸のアステカ帝国やインカ帝国は、 マスケットを持った少数のコンキスタドールたちの火力と、騎兵運用によって滅亡させられた。一方、アフリカやアジアでは、ヨーロッパ勢力の進出以前に、火器の普及は一定の進展を見せており、特に北アフリカから、ユーラシア大陸内陸部にかけての地域、アフロユーラシア世界で、同時代的大帝国を築いていた、オスマン帝国、ムガル帝国、メ帝国といった、 当時のポストモンゴル帝国時代に歯を競った、小王朝は、どれも遊牧民に出自する強力な騎兵と、小銃、大砲を操る不評の大部隊を要した。そのため、アフロユーラシアの内陸世界は、当時のヨーロッパ勢力には、軍事的に容易に制圧できる相手ではなく、いくつかの拠点となる、港湾都市と当初域の海洋国家勢力を制圧するに止まった。ヨーロッパ人が、真に、 世界の広大な地域を面的に植民地とし、ほとんどの先住民族を支配下に置くのは、蒸気船の登場により、大兵力を迅速に移動できる体制の確立を待つこととなる。銃の弾幕射撃は防御には優れていたが、近接戦闘能力と敵陣を突破する攻撃力には欠けていた。この課題を克服するため、はじめは、テルシオのようなパイク兵、槍兵と、 銃兵との混合体系が見られた。後に銃剣が発明されると銃兵と槍兵を一人の兵が兼ねることとなり、近接戦闘能力は補強された。さらに、7年戦争、1756年から1763年で、フリードリヒ大王に敗北を起死し、その戦術を徹底的に研究したフランス軍は、防御には応隊に展開して射撃し、攻撃には重隊に、 体系変換して突撃するという柔軟な不評戦術を完成させた。そのためにフランス軍は暴力的に挑発されて常に密集体系を取らなければ脱走兵が続出したプロイセンのようなドイツ諸国などの軍隊と異なり兵を人道的に取り扱う試みがブルボン朝後期か行われるようになったがフランス革命を経て国家を国民の財産戦争を 国民の財産たる国家の防衛線と考える革命軍への変質によってフランス軍の体系変換はより柔軟かつ迅速に行うことが可となった。この不評部隊を率いたナポレオン・ボナパルトはヨーロッパを席巻した。絶対主義国家までの軍隊は傭兵や封建諸行の所領から挑発された紙幣が主体であったが近代国民国家の形成とともに愛国心、 すなわち国家を自らのものと考え、国家そのものに強い貴族意識を持った市民たちによって構成される国民軍が現れた。アメリカ独立戦争、1775年から1783年とナポレオン戦争、1803年から1815年は国民軍が活躍した最初の戦争あった。こうした国民軍は 自発的な国家への帰属意識に基づいて、末端の一兵卒まで、自発的軍事行動を取る能力が高いため、前哨でも指示したように柔軟な部隊運用が容易となった。また、傭兵や封建諸公の士兵は、傭兵隊や諸領共同隊への帰属意識は、ーが国家への帰属意識は弱く、彼らの自発意志は、隊や共同隊の防衛に対しては強く発揮されるが国家。 そのものに対しては、あま期待はできない。また、これを指揮する指揮官にしても、傭兵隊や所領の経営が崩壊することを恐れて、あまり兵の損耗が激しくなる戦闘は避ける傾向が強かった。これが国民軍主体の軍隊の場合、部隊単位の損得よりも、国家の軍事行動全体を考慮した損得で、軍事行動を設計することが可能となったのである。 こうして国民軍の軍事的優位が定着するとヨーロッパ諸国で市民革命を経験しなかった諸国も立憲君主制などの体制改革を行い君主制を維持しながらも愛国心を持つ国民軍を創設する努力が割れたさらにこれに伴って徴兵制度が普及した18世紀以前各国の軍隊が20万人を超えることは多くなかったが 19世紀の軍隊は戦時には100万人単位に膨れ上がった。こうした国民軍の軍事力と蒸気船による大兵力の迅速内動を背景として、下記の時代になっても制圧が困難であったアフロ、ユーラシア世界の諸王朝は次々にヨーロッパ諸国の軍事力に屈し、ヨーロッパ人による本格的な植民地建設の時代が到来した。 一部のアジアアフリカ国家はこれに対抗して国民軍を創設し得る国家改造を行い中には植民地化、反植民地化を回避することに成功したものもある。日本における明治維新、太陽国におけるラーマ5世の改革、ケマルアタチュルクによる近代トルコ共和国の建国がその代表的なものである。さらに産業革命によって 兵器の大量生産が進み、巨大化した軍隊の装備を可能とした。こうして19世紀以降、戦争は国民国家同士が巨大な軍隊をぶつけ合う総力戦となっていった。アメリカの南北戦争、1861年から1865年は最初の総力戦であったと言える。当時、南北合わせて3、000000 000 000人の 人口に対して4年間の戦争に北部は220万人、南部は1六6万人を動員し、合わせて56万人の戦死者を出した。これは国民軍同士の衝突がそれ以前の諸領共同体や傭兵隊を単位とする軍隊に比べて、いかに兵士の生命を大量に消耗するものでるかを如実に示している。兵器も急速な進歩を遂げた。 五葬式のライフル銃の出現によって防御火力が増大したため、不評が戦闘体系を組むことは自殺行為となり、三兵戦術が主流となった。さらに、機関銃の発明によって戦線の突破自体が困難となり、第一次世界大戦、1914年から1918年は残豪に籠もった両軍が多数の兵士を消耗し合う残豪戦の様相を呈した。 この戦争には戦車、飛行機、毒ガスといった新兵器も投入され、戦死者は九百万人に上った。飛行機や通信機の発達により、制空権の優劣が戦争全体に重大な影響を持ち始めた。いくら兵を動員しても制空権を奪われて一方的に軍備を露呈され、のみならず戦線から補給、生産施設に至るまで破壊されてしまえば、 勝利は不可能となった。このため動員力に代わり経済規模と科学技術の優劣が戦争全体の奇数に最大の意味を持つことになる。航空機や通信など電子装備の優位な運用には従来の生産規模、生産技術はもちろん材料学から電子技術に至る全ての技術で優位に立つことが求められる。 これらは膨大な分野に広がるため、軍事予算程度の投資では、優勢を保つことはできない。平時の膨大な再生産の中で、経済規模を拡大し、さらにその中で技術と生産、開発の蓄積を行う側が、圧倒的に有利である。すなわち、これ以降、大兵力を動員し得たとしても、平時に優れた製品を発案、開発し、大量に流通。 消費させることに劣る国が、独力で敵国を打倒することは不可能になっていく。限定的地域を防衛することは不可能ではないが、守ることしかできず、一方的損害を受け、国土、国民に重大な被害が生じる。第一次世界大戦に敗れたドイツ軍は、アドルフ・ヒトラーの後押しのもとで、気候手段を中心とする編成に転換した。 第二次世界大戦、1939年から1945年では、ドイツ軍は25年前に数年かけて突破できなかったフランス戦線を電撃戦によってわずか数週間で崩壊させた。しかし、連合国と数軸国の経済規模の差は隔絶しており、制空権を失い敗北していくことになった。この戦争では爆撃機の発達によって、 戦略爆撃が実施され、前線の兵士だけでなく後方の一般市民までもが戦火にさらされた。市民の犠牲の最たる例は14万人の広島市民と7万人の長崎市民が犠牲なった原子爆弾の投下であろう。第二次世界大戦における戦死者を呼び、市民の犠牲者はに、20000人を上回ると推定される。第二次世界大戦の結果、 アメリカとソビート連邦が超大国として君臨し、冷戦、1945年から1991年が開始された。キューバ危機、1962年のように戦争の一歩、手前まで状況が悪化した例もあっ両国が保有する核兵器を使用すれば、互いの犠牲があまりにも大きくなると考えられたため、核戦争へのエスカレートは避けられた。 この状況は恐怖の均衡と呼ばれた。また、大国同士の総力戦は行われなくなった一方で、途上国での民族紛争は頻発し、米ソ両国がそれぞれの当事者を支援して、代理戦争の様相を呈することもあった。冷戦終結後は、電子戦や精密誘導兵器の進歩によって、軍事面での効果の小さい無差別爆撃は行われなくなり、結果として、 市民の犠牲は減少しているように見える。とはいえ市民の犠牲がなくなったわけではなく、人為的ミスに起因する誤爆や、ルワンダ内戦、1990年から1994年のような虐殺事件も発生している。さらに、世界中に存在する化学兵器は、防護装備を持つ軍隊に対しては効果を与えられないが、市民に対して無差別に使用されれば、大きな犠牲を生む。 21世紀には、アメリカ同時多発テロ事件2001年や、それに続くアフガニスタン侵攻、2001年、イラク戦争2003年が発生し、軍事史は新たな展開を見せている。古代から中世に至るまで、海戦の舞台は主に地中海であった。これは地中海で早くから海上交易が始まり、周辺の国家にとっては、 正解権を確保することが重要だったためである。風向きの安定しない、地中海では近代に至るまで、ガレー戦が用いられた。戦闘の方法は、昇格戦と切り込みであった。デパントの海戦、1571年はガレー戦、同士の最後の海戦となったが、軍艦に大砲が積み込まれ、砲撃戦が海戦を制する契機となった。大航海時代になると小ネによる、 海洋航海技術が発展し、軍艦も漕ぎ手の必要がなく、大砲を多数積み込めるガレオン船が主流となった。当時の大砲は、有効射程距離も短く、砲弾も炸裂弾ではなかったために、船体破壊能力は低く、トラファルガーの海戦、1805年までは、数百メートルまで接近して撃ち合う戦法が、用いられた。それでも、砲弾の威力は、船体よりも、 マストやホズナの破壊、切断に効果を発揮することが期待され、昇格を用いた戦法も戦隊そのものへの破壊の効果を期待され、すでに関西方が炸裂弾を発射するようになっていた19世紀まで使用され続けた。19世紀に入ると蒸気船が登場して、速力や機動性が向上し、関西方の射程距離や砲弾の破壊力が増大した。軍艦には、 鋼鉄の走行が施され、日露戦争における日本海海戦1905年などの影響も、あ大環境法主義が進んだ。第一次世界大戦では、ユトランド沖海戦1916年で、ちょうど急戦艦同士の砲撃戦が行われ、潜水艦による通称破壊戦が総力戦の遂行に影響を与え、戦局全体を左右した。20世紀前半には、 航空機が発達した。第二次世界大戦の新珠湾攻撃、1941年や、マレー沖海戦、1941年で戦艦に対する航空機の優位が明らかとなり、その後は航空母艦を中心とした機動部隊が海戦の中心となった。第二次世界大戦後は、主力艦隊同士の艦隊決戦は発生していないが、フォークランド戦争、 1982年では、対艦ミサイルが戦果を上げいる。例えば戦争や戦略、軍政など、あらゆる軍事的な事柄は、軍事技術と深い関係性が一般的に認められる。軍事技術の優劣によって、戦争の勝敗や戦闘法までもが変化することや、軍事技術によって、絶大な軍事力を保持することも、歴史的には行われてきた。 例えば、制銅機と鉄器はその性能を比較すると、圧倒的に鉄器が優れていることが分かっている。紀元前1600年に栄えていたバビロン王朝は、制銅機を生産する技術力を持つ一方で、小アジアより征服してきた筆体との軍隊では、鉄加工の技術をもって、鉄の武器を装備していた。そのために、筆体との征服に、バビロン王朝は対抗することができずに滅び、 ヒッタイとはその技術力に裏付けられた軍事力を背景に小アジアからユーフラテス側に至る大国を構築することができた。次のカテゴリーも参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。